ロッテは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す、町村である。この町は、ウェストファーレンのテックレンブルガーラントに位置している。現在の町の広がりは、1975年1月1日に、それまでアムトロッテに属す独立した町村であったロッテと、ベルゼンが合併して形成された。この町は、アウトバーンのロッテ、 オスナブリュックジャンクションとサッカーサンブリーグでプレーするシュポルトフロインでロッテによって全国的に知られている。ニーダーザク選手の大都市オスナブリュックと直接境を接しており、その大都市圏に含まれる。ロッテはノルトベストファーレン州最北部に位置している。ロッテの町域には4つの地区が含まれる。この町は全部で6市町村と境を接する。南と 西は、テックレンブルガーラントの町ベスターカペルーンとテックレンブルクである。北と東は、ニーダーザク先州のオスナブリュッカアーラントと接する。具体的には、ブラームシェ、バレンホルスト、オスナブリュック、ハスベルゲンである。ロッテ町内、ベルゼン地区の巨石墳墓ロッテの町域内には、新石器時代のロート城、ビーカー文化の墓地が3カ所ある。ロッテ地区と、 農村オスターベルクの歴史は密接に結びついているが、両村は一緒に成立したわけではない。ロッテはかつてオスナブルックの聖マリエン教会に、オスターベルクは現在テックレンブルクの一部となっている霊ンに属した。オスターベルクは1251年にはすでに文献に記録されている。この文書にはキシュ・ヘルマン・ハーケがイーブルクに寄進したタリーネン祭壇を 甲府オスターベルクに寄贈したことが記されている。ロッテは、1272年、ゲルトルーデンベルク修道院がロッテとデューテの所領を、オスナブリュック司教コンラート2世から遺憾された際に、初めて文献に現れる。1312年2月26日に、テックレンブルク博をター3世が、キルヒシュピールロッテを設けた。1315年12月4日に、 ロッテの新しい教会が完成した。これにより、日曜ごとに、ロッテ住民が、オスナブリックのセマリエン教会に通うことはなくなった。現在も、ロッター・キルヒベークという通りの名前がこれを忍ばせる。1410年に、共同生活協大会の修道院建設のために、グートー・ースターベルクが売却された。この小さな修道院組織は、 明らかに永続的な生存可能性を書いていた。1427年に共同生活兄弟会は、オスターベルク修道院をケロンの聖堂三次会が有する聖十字騎士団に譲渡した。この修道院は200年以上にわたって、共同体の重要な機関であった。テックレンブルク博コンラートが、福音主義の信仰を受け入れたことで、修道院とクとの間で、大きな紛争が起こった。 聖堂三次会は1538年まで白の意思を覆そうと努力した。紛争は白による聖十字修道会の追放と修道院の財産接収によりピークに達した。聖十字修道会は1552年にやっと長く続いた修道院をめぐる権利争いに勝利し、1557年にコンラート白が亡くなった後修道院に戻ることができた。 1574年にロッテで宗教改革がなされ、1580年にロッテで最初の学校が開設された。1618年にテックレンブルクハック・アドルフはオスターベルク修道院を占領し、世俗の管理下に置いた。1629年3月6日、皇帝フェルディナント2世は復旧令により、接種したすべての所領と修道院をカトリックに、 戻すよう命じた。30年戦争では、1633年に、スウェーデン軍が修道院を占領し、聖堂参事会は、ついにこれを放棄した。ロッテ射撃協会の設立は、1659年とされている。この頃から現在まで、ロッテアンナンバーワン659という、文言と金の鳥が描かれた盾が、ロッテの出演決定に残されている。 テックレンブルク薄領の売却により、1707年にロッテはプロイセンの所領となった。1810年11月18日にロッテに最初の町長職が設けられた。1832年と1850年にテックレンブルガーラントからの移民の流出が起こった。当時ロッテから147人が流出した。一部はオランダに向かったが、 大部分は北、アメリカに移住した。1844年12月6日にアムトロッテが設けられ、ロッテとベルゼンがこれに含まれた。1910年から1911年にオスナブリュッカー通りに新しい学校が建設された。1975年1月1日の地域再編で、それまでのロッテとベルゼンが合併し、統一自治体ロッテが成立した。人口は、 オスナブリュックへの便が良い立地のかつてのベルゼン、ビューレン地区に集中していた。その結果、ロッテからベルゼンへの自治体行政の移転が行われた。現在この町は、アルトイコールロッテ、ビューレン、ハーレン、オスターベルク、ベルゼン地区を有しており、それぞれがまとまった集落を形成している。自治体ロッテは以前と変わらず、オスナブリュック氏と強く結びついており、 オスナブリックのフォアオルトのように見える。ロッテの町の人口推移を一家に示す。この町の町議会は26議席からなる。ロッテの町長は2004年からライナーレンマースが務めている。ズ柄、ガラ赤字に銀の斜め破体。上部にひっくり返った金の怒り。下部に銀の水蓮の葉。この紋章には旧ロッテとベルゼンの紋章が描かれている。 対角線に惹かれた名みたいは、竜手側を表している。ひっくり返った怒りは、16世紀にロッテに住んでいた領主の大官の紋章に由来する。スイレンの葉は、テックレンブルガーラントへの帰属を意味している。リスレラの輪は、フランス、ノール県ルーベ市の隣町にあたる。特に、サークルレベルで領長の代表が交流を行っている。また、毎年町の代表が、 相互訪問を行っている。ロッテの福音主義教会福音主義教会は、この地方の村のゴシック様式の典型的な建築物である。この教会は1312年から1315年に建設された。この教会の主な特徴には以下のものがある。教会堂の特別な点として、西に向かって傾いた塔があり。 北壁の柱の中に六本指の手の跡があるのが不思議である。外洋ハーレン駅ロッテはアウトバーン A1 号線と A30 号線が交差する交通の便が良い場所にある。鉄道レーネライネ線が街を横切っているが町内にこの路線の駅はない。唯一営業している駅はハーレン地区のオスナブリュック・オルデンブルク線の駅である。ミュンスター・オスナブリュック空港は 約2 5トル離れた場所にあり、アウトバーン経由で容易にアクセスできる。道路ロッテ、オスナブリュックジャンクションアウトバーン A1 号線と A30 号線とが、交差するロッテ、オスナブリュックジャンクションが、町内にある。このジャンクションは1968年に開通し、それ以後ドイツアウトバーンも及び、欧州高速道路網への入り口として利用されている。ロッテは、 以下のアウトバーン及びインターチェンジで高速道路網にアクセスできる。この他に、以下の修道がこの町を通り、近隣市町村との間を結んでいる公共近郊交通機関ロッテには、主にオスナブリュック方面との接続を主目的とする近郊交通網が整備されている。1949年から1968年までオスナブリュック施設局のトロリーバスが、 オスナブリュック方面からエファースブルクビューレンまで運行していた。トロリーバスの廃止後、市バス路線がここを運行している。町内を3本の鉄道路線が横切っている。レーゲラインネ線のロッテ駅があるが、列車は停車せずに通過する。この駅を再活用する、あるいはもっと便利な場所に移転させることが議論されている。ベルゼン地区には、テックレンブルガー北鉄道の駅があった。 この駅は1967年から定期的な旅客運行に利用されておらず、保存鉄道がこれを利用している。テックレンブルガー北鉄道列家オスナブリュック間の再開計画では、ベルゼンにも定期列車を停車させることが計画されている。現在唯一営業している駅がオルデンブルクオスナブリュック線のハーレン地区の駅である。ここには1時間間隔で、 レギオナルバーン RB58 が停車する。通勤ロッテは典型的な通勤者の街で、この街から通勤する人数はこの街へ通勤する人よりもかなり多い。2017年時点のこの街からの通勤者は6526人、この街への通勤者は3616人である。ロッテの住民にとって最も重要な勤務地はオスナブリュック。 ベスターカペルン、イベンビューレンである。町内居住者と通勤者とを合わせて5027人の社会保険支払い義務のある労働者がこの町で働いている。この町の主な企業は、例えばエルスター・クロムシュレーダー、ベデス・ガング、レッカー・ラントがある。この他にアルトイコール・ロッテにフリモの中央工場がある。さらに自動車用、船舶用、 建築用塗料の大手販売会社で接着剤やパテの製造業者であるブルフ g m b h c o、OK、k g がバーンホーフロッテに本社を置いている。ロッテ町内には全域にわたって医師、歯科医師、小売店、公益事業者、学校、幼稚園、図書館、スポーツ施設などが整備されている。ロッテ町内には全部で7園の幼稚園がある。 ビューレン、ベルゼン、アルトイコールロッテに3校の基礎家庭学校がある。ベルゼン地区には本家庭学校がある。また、経済及び管理学の職業補修高等専門学校家庭を持つ私立学校、クリューガーがある。これらよりも上級の学校は近隣のベスターカペルン、メッティンゲン、テックレンブルク、オスナブルックに進学する。2014 2015年の学年から5クラスのロッテベスターカペルーン総合学校が開設された。この学校はベスターカペルーンとベルゼンに立地している。2017、2018年の学年に5年生と6年生はベルゼン校、7年生と8年生はベスターカペルーン校に配置された。この総合学校は拡張中である。高齢者には多くの交流の場が 介助生活のためのサービス住居施設、老人ホーム、ツバイアイ愛エ園がある。アルトイコールロッテ及びベルゼンの青年センターは公共の青年活動に多くのチャンスを提供している。調律図書館はベルゼン、ロッテ、ビューレンの3館に分かれている。マルティン・ニーメラー後にヘッセンなすさう福音主義協会の議長となる牧師マルティン・ニーメラーの家族はベルゼンの出身であった。 マルティン・ニーメラー牧師自身は第一次世界大戦中ベルゼンに住み、ここに埋葬された。彼は当初ドイツ皇帝に極めて忠実な立場を取ったが、国家社会主義に時代に抵抗する立場に移行し、告白協会で積極的に活動した。ありがとうございます。